まあ、ここは心霊スポットと呼ばれていると。はい、こちら観音寺隧道というトンネルに来ております。車1台がね通れるぐらいの狭くて低いトンネルなんですけれども、まあ、ここは心霊スポットと呼ばれているということですね。まあ、ここは単体でどうというよりも、この先に沢湖という場所があって、そこの関連で出るというふうに言われてますね。なんでも昔この辺りは水利争いが絶えなくて、まあ、多くの死者を出し、そのために沢湖が作られたんですけれども、このトンネル内には常に水が滴って、壁にはシミがたくさんできている。シミの中のいくつかは明らかに目鼻が見て取れ、霊能力者によると、それが水死者や水利争いで亡くなった者たちが自分たちの存在をアピールしているのだと言っていると、言われているということですね。で、沢湖も自殺があるということなんですけども、このトンネル付近でも自殺があったという噂があるそうです。首吊り自殺をした人がいるという噂ですね。女性の霊とかが出るという話があるようですけれども。その壁のシミ注意してね。はい、その壁のシミに関してはちょっとね注意して見ていきたいと思います。はい、それではトンネルの中に行きたいと思います。水が染み出してるっていうところが人の顔に見えるという話なんですけども、果たしてそのように見えるんですかね。そもそも染み出してるところがそんなにパッと見ないより、まあ、この辺とかが染み出してはいるんですけど、そういう感じのところが染みに見える箇所があるんですかね。あ、風寒い、ここ奥から風が吹いてきてる。明らかに顔に見えるシミがあるということなんですけども、この辺なのかな。水音がしましたね、今ね。そこか、これか。これちょっと顔に見える。まあ三つ点があれば人の顔に見えるみたいな話ありますけども、
目、鼻、口みたいな感じで、これ顔っぽいですね。こいつもちょっとなんか垂れてるのが涙流してる人に見えなくはない。頑張って解釈したら見えるもんですね。あ、すごいカーブになってんだ。ああ、なるほどね。カーブだからすごい暗く見えたのか。はい、とりあえず通り抜けました。通り抜けましたが、シミみたいなのはね、まあ分かりましたけれども、まああれのことじゃないとは思うんですけど、他にもいろいろあるんでしょうけどね。この周辺でお亡くなりになった方がいるということなんですけども、ちょっと雰囲気分からないですね。車来てんのかと思ったら風音が急に強くなったんだ。ちょっとお亡くなりになった方について言及してみたら、すいうえ、急に何？急に雰囲気が、いやあ、すげえタイミング。お亡くなりにね、この君でお亡くなりになった方がって言ったら、ザワザワって死なれたから超びっくりした。もう今も音してるけど、はあ、向こう側はちょっと雰囲気がありましたね。はい、そんな、観音寺随堂でした。